こんばんは。今日はテラさんの日でしたよね。私はちょっと今日はお仕事だったので、仕事終わって5時半くらいに島村さんに行ったんですけども、もう何もないかなと思ってたらば、この水道のジャケットがまだあったので、そんで試着したらとっても可愛かったので、ショート丈なんですけど買ってきました。こちらは2700円、税込み2970円です。いいでしょう、この茶色のお色がいいよね、可愛くってとってもいいです。お袖もね、ボタンが可愛い、なかなか可愛いです。これ後でちょっとコーディネートしてみたいと思うんですけども、テラさんのものはもう一個買いました。こちらのイヤリング、ハート型のイヤリングはとっても可愛くって、アメジストとかの石もついてて、なかなかいいかなと思って、これね1個だけ残ってたんですよ。だからラッキーと思って買いました。539円です。これもブラブラして揺れるタイプだから可愛いと思います。やっぱりなんかハート柄っていいね、ハートモチーフは可愛いですよね。このツイードにも合うと思います。じゃあもう買わないと言ってたのに、またバッグを買ってしまいました。前から欲しかった茶色のバッグ、ちょうどいいのがあったので購入しました。こちらはぬこさんの商品なんですけど、可愛いんですよ。これコロンとしてて、そしてすごく物が入るの、ショルダーなんですけど、このツイードのジャケットにねぴったしなんですよ。この茶色が一目惚れして買いました。今までね茶色ね欲しくても買えなかったので、ちょうど良かったなと思います。可愛いでしょね。お出かけが楽しくなります。秋はやっぱいいですね。こういうなんか茶系もいいよね。こちらね、あのすごく多機能な中になってて、いろいろ入るんですよ。でお値段は1969円税込みです。中身をお見せしますね。蓋はね、あのマグネットになってます。で蓋を開けるとほら、いっぱい入るんですよ。これこの前のポケットにもスマホでもいろいろ入るし、結構これ入りますよ。そしてバッグの背面も後ろも大きなポケットが入あるので、私のこれなんだっけ、 iPhone11 でも大きいんだけど入りますね、余裕で。なかなかいいバッグだと思います。でこの前あれですよ、ココさんのワンピース買ったんですけど、このスエードのね、スエードじゃないや、コーデュロイの、細コーデュロイのワンピースにもこのジャケットぴったしで、ちょうど丈がね、このプリーツが出るとこのちょうど上ぐらいでショート丈が切れるんですけども、とっても可愛かったんです。そしてね、このショルダーを下げたらとっても可愛いんじゃないかと思います。でこのハートのイヤリングもつけて、早く秋の街をお出かけしたいなと思いました。あとね、これ私のお気に入りの手持ちのお帽子、ビビアン・ウェストウッドの猫耳の帽子なんですけど、これを合わせたらすんごい可愛いんじゃないかなと思います。色的にね、楽しみですね。それでは今日はこの辺で失礼いたします。いつも私の動画にお付き合いくださいまして皆様ありがとうございます。今日はこの秋モードのお色のブラウン系のジャケットとバッグを買ってきましたというお話でした。
ね、いいですね、この色合いがね、気に入りました。では皆様、風邪などひかないようにお気をつけください。ではまたね、おやすみなさーい。